こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は仕事で埼玉に来ているんですけれども、せっかくならこの辺でいい感じのお店ないかなと思って調べてみましたところ、ありまして、今ね指扇駅のところに来ているんですけれども、徒歩で25分ぐらいかかるとのことで、タクシーで向かってみたいと思います。ありがとうございます。というわけで到着しました、ラーメン満満亭さんでございます。ラーメンと餃子の店ですね。そして外観、こちら何これ、一口食べたら頬が落ち、二口食べたら首が落ちちゃううまさ、満満の依存症、特効薬ありませんですって。何そのキャッチコピー。美味しすぎてほっぺが落ちちゃうっていうのは聞いたことあったんですけども、その上って首が落ちちゃうんですね。首が落ちちゃうのは嫌なんですけども、それほど美味しさに自信があるってことなんですよね。福田師匠最後の愛弟子、伝統の味守りますですって。そして自販機の横にまでこういったメニューの文字が踊っております。埼玉ソウルフード、スタミナラーメン、焼きそば、スタカレー、バラ丼、手作り餃子、店内メニュー全品お持ち帰れるよ、気軽に声かけてね、全品テイクアウト OK。 軽い正面を見ていきますと、寄っていきなよ、家に帰っても何もないぞ。そんでこの部分パンチの効いたワードがね踊ってるなって思うじゃん、すごくたくさんの言葉で。でもねよーく見たらね、薄くさらにいろんな言葉が書かれてるんです。仕事辞めて弟子入りしたいですとか、なんか。さあ、というわけで閉店しまして、店内はもう素敵町中華の空間です。テーブル席がありながら、向こうにお座敷なんかもあったりとかで、こちらがカウンター席ですね。でメニューを見ていきますけれども、麺類、スタミナラーメン、ガラスタミナラーメン、ラーメン、メンマラーメン、ジャージャー麺、カラジャージャー麺、タンメン、もやそば、パオローメン、焼きそば、ガツ焼きそば、冷やしスタミナ麺とか、いろいろある中で、あ、餃子も気になりますね。ガツ炒め、ニンニク炒めとか、いいね。なんかいろんなメニューたくさん、あ、気になるメニューたくさんあるんですけれども、今回こちらテイパンっていうのが、スタミナラーメンプラスハンバラ丼プラス餃子3個ということで、このテイパンの3点セットいただいてみたいと思います。このテイパン3点セットが200円お得だそうですね。さあ、いただきます。おはようございます。早い、めちゃくちゃなスピードで出てきました。スタミナラーメン、うわー、美味しそう。これがその首が落ちちゃううまさのスタミナラーメンですって。お、はい、ありがとうございます。いただきます。うわ、ハンバラ丼がめちゃめちゃ美味しそうな、あんとバラ肉ですね、ご飯にトロンと乗っちゃってる感じでございます。で、スタミナラーメンもあんかけラーメンの感じだ、これ。いただきます。うわ、餃子の並び方、3個並ぶときにこうやって並ぶんですね。なんか、可愛らしいな。これが満満亭さんの3点セット、三種の神器ですね。このまま食べてもいいけども、はい、甘いの、これはね、はい、ラー油の沈殿するところを、はい、入れるの、ちょっとしかいないよ、はいはい、あとは自分で調整しないよ、はい、みんなこれの5倍ぐらい、これで山盛り食べる、そんなに入れるんですか。いただきます。ではまずはスープからいきたいと思いますけども、はい、こちら、わー、あんのトロンと入ってくる感じ、でもそこ以外は割と透き通っ
ってる感じのサラサラスープっていうイメージもありますね。しびれ、うまっ、うまっ、圧倒的にうまってなった後に今ずっと口の中で大暴れしてる、ピリピリピリの大暴れしてる、うまっ、うん、いや中華スープ的な感じの中でこのあんの甘さと旨味がめっちゃよく出てる。で最初はね、麻婆豆腐感ちょっとあんのかなって思わせておいて、あ、それとまた違う感じのうまさも出てくるし、神本さんとかにも通ずるような、でもこの辺からもじわ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 汗かいてくる、ニンニクとニラで、ニンニクはそこまで強くないかもしれない。では麺いきましょうね。はい、こういった感じの黄色い麺で、ちょっとウェービーなのかな、硬めな茹で上がりでね、噛んでいくとまたこちらの麺もね、甘みっていうのかな、出てくるので、このすっきり辛い、あと引きながらもすっきりしてるっていう餡で、それとすごく合うの、不思議なラーメンで、ずっとこの辺に汗かいてるの、もう、あ、首は今のところ落ちてませんよね、でも汗すごい、この辺の、麻婆麺とは違うのよ、麻婆麺っぽいかなって最初思いながらもやっぱ違う、だこれはこれで唯一無二のスタミナラーメンなんだろうなっていう、確かに癖になるし、この味食べたくなったらここ来るしかないんだっていう味わいかな、うまいな。では半バラ丼いきましょうね。半バラ丼に関しましてはね、もうこっちからいきましょう。美味しそうだな。よいしょ。なるほど。このバラ丼のタレ確かに甘いんだ。甘い醤油と甘さと生姜の感じでむちゃうまい。バラ肉丼。確かにこれは辛みがあったらもっとうまいんだろうなと思わされるような。味わいだ。あ、これ欲しい。このくらい欲しいかもしれない。確かに。あ、うまそう。ん？確かに。うまいこれ。七味がたっぷりのラー油の感じで、この七味がまたこのバラ丼のうまさを引き立てるといったイメージなんだ。これはあっていい。確かにもっとあってもいいくらい。うまい。で、このラー油も激辛ラー油ってわけじゃなくて、バランスのいい辛さのラー油なんですよ。なんかどんなにたっぷり入れても激辛とかになる感じじゃないようなイメージの辛さ。餃子のタレは醤油、まず醤油でいいのかな。やっぱスタンダードにいっちゃおうかな。今日は酢胡椒とかではなくお酢で、この超うまいラー油やっぱ使ってみようかな、餃子にも。わあ、おいしょっと。で、そうとは言いながら、そうか、最初の1個目は普通にパクッといきたいかもしんないね。で、そんなに大ぶりじゃない餃子、一口餃子の感じですけども、いや、うまいぞこれ。小ぶりだけどジューシーで、特徴的なのは八角の香りがするのかな。なんか角の感じ、それが印象的で、こういったあんです。で、たっぷりちょっと崩れちゃいましたけど、たっぷりこうつけます。
もう。で、やっぱり餃子いっちゃうと白ご飯求めちゃう自分もいるんですけども、白ご飯食べたいなと思いながらこのバラ丼で追いかけてもうまいの。だからこれ3点セット全部相性も抜群なんだね。超うまい、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。バラ丼のラー油美味しかったです。入れてよかったです。中本とか行ってる？中本も行ってます。中本どこが一番うまかった？新宿と町田しか行ったことなくて。ここしか行ったことないんだ。はい、その全部回ってる感じじゃないの。全然違う。店によって違います。中本さんの一番のおすすめ店舗ってどこになるんですか？池袋。池袋、分かりました。はい、全ての量がニンニクチップだとか油だとか、はいはい、一番均一してる。はあ。というわけで満満亭さんのスタミナラーメン食べてまいりましたが、いやびっくりするくらい美味しかった。本当に衝撃的な美味しさでございまして、僕ね辛い系のラーメン好き、まあ激辛はねそんな得意じゃなかったりするんですけども、辛いラーメンは好きでございまして、結構ね食べ歩いたりもするんですけども、これまで食べてきた辛いラーメンの名店的な有名なお店のルーツがここにあるんじゃないのかなって思わせるようなめちゃくちゃ美味しい辛いラーメンでございまして、やみつきになっちゃう。確かに。で、ほっぺた落ちるね。で、首落ちなくてよかった。でも首はね、何度かつなぎ止めましたけども、本当にびっくりするぐらい美味しかったので、気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、熊野プーさんさんからのコメントで、ハイジーさんって、口内炎のできた場所を二度噛みして、悶絶するタイプですよね。これね、よくありますよね。僕のチャンネルのコメント欄にハイジーさんってこういうタイプですよねって決めつけてきて、悔しいけど当たっちゃってるっていうパターンあるんですけれども、これはね僕に限らずみんなそうだよね。一回噛んだ場所ね、なんで噛んじゃうんだろうと、どんなにかっこよくね同じ失敗は繰り返しませんからとか言う人でも多分これをやってる、絶対に。そしてこちら先日のねあるお店の動画のコメント欄のコメントなんですけども、ゴー中山プレゼンツさんからのコメントで、チャリンコで10分くらいのとこなのに知らなかった、今度行ってハイジー名作劇場を見てきましたと言って半額にしてもらいます、楽しみだ。あのそんなキャンペーンやってませんよ、うちのチャンネルで。過去にねテグ423っていうサンドイッチ屋さんで、あのハイジーさんの動画見てきましたって言っていただけたらサービスがちょっとねあったりするみたいなことを言ったことあります、その動画の時。でもあれも結構前だからな。今あそこのお店に行ってハイジーさんの動画見てきましたって言って、はってなったら なる悲しいな、想像するだけで。ミキさんからのコメントで、ハイジーさん何歳まで恋をしてもいいですか？これ僕に聞くこと？僕のチャンネルにつけるコメント？これ何歳まで恋をしてもいいですか？僕に聞きたい？何歳まで恋あのね恋っていうのは、うん、年齢とか関係なく勝手に気づいたら落ちてるものだから、自分の年齢と相談して落ちるものじゃないからみたいなこと僕に言われたい人いる？ちょっと嫌だったでしょ今のも。麦チョコさんからのコメントで、不老不死ですか？だから僕にさこの質問します？そんな感じに見えます？そんな力強い人に見えます？弱々しいよね今こうやって見てても自分でわかるもん。弱々しい、なんか弱よ、なんか覇気がないって思うんですけども、不老不死に見えるのかな？なんでこんな質問してきたんだろう。ニラ肉味噌さんからのコメントで、ラッコ、これは何伝えたいの？何かこれ何のメッセージ？聞きたいことでもこれ質問じゃないもんね。急に単語でラッコ放り込んできましたけども、なんで？